はい、こんにちは。今日は島根県の教員採用試験の問題です。問題はこちらです。1個のサイコロを N 回投げたとき、出る目の和が初めて6の倍数になる確率を PN とすると、で PN を求めてこの極限値を求めよといった問題ですね。まずは PN 求めていきましょうと。 N 回投げるということなので、1回目2回目3回目点点点の N 回目と、でこれ全化式を立てたいので、 N 回目と N プラス1回目、この関係を見ていきましょうと。で、今 PN プラス1ですね。ここなんか目がずっと出ていくよと。サイコロの目が1から6まで出ていますよと。で、PN プラス1と PN の関係を知りたいんですけども、PN プラス1っていうのは、ここで初めて6の倍数になると。この和が6の倍数になるわけですね。ってことは、ここまでで、この和が1回も6の倍数にならないわけですね。ずっとこれ、足していって6の倍数になっていないよと。そしてここで初めて足して6の倍数になるということなので、ここまでで6の倍数になっていないという確率をまず求めましょうと。それはどうするかっていうと、P1 っていうのは1回目で初めて6の倍数になる確率。P2 は2回目で初めて6の倍数になる確率。P3 は3回目で初めて6の倍数になる確率。っていうふうになっていって、PN っていうのは N 回目で初めて6の倍数になる確率。じゃあこれらを全部足してあげれば、ここまでで6の倍数になる、この和が6の倍数になるものが全て出揃いますよね。でこれを1から引いてあげれば OK と。そうすれば、1-P1 足す P2 足す点点点の PN ですね。これをしてあげれば、これでここまでの和が6の倍数になることはないですよね。これ1からこのエラー全部引いているわけですから、この和が6の倍数になるものを全部引いているので、6の倍数になることはここまででないよと。で、あとは、こっから次、初めて6の倍数にならないといけないので、こっから確率はどうなるかっていうと、じゃあ例えばここまでの段階で、じゃあモッド6で見ましょう。モッド6で見たとき、ここまでの和ですね。ここまでの和を6で割った余りっていうのは、0、1、2、3、4、5ですね。整数は6で割った余り0から5。で、0っていうのはないですよね。ここは6の倍数ではないわけですから、0ではない。6では割り切れないので、0ではないと。じゃあ、1、2、3、4、5のどれかですね、と。6で割った余りは、ここまでの和が1から5のどれかですよ、と。じゃあ、その次はっていうと、6で割り切れないといけないので、ここが1の時には次5が出れば OK ですね。この目が5になれば、6になるよ、と。じゃあ、次、これ2の時には4の目が出れば、6で割り切れますね。3の時には3で、が出ればいいと。2が出ればいい、1が出ればいい。ということで、それぞれ1個ずつ対応しますよね。じゃあ5が出る確率も4が出る確率も3、2、1が出る確率も全部6分の1ですよね。この確率っていうのは全部6分の1だということなので、ここまでの和が6で割った余りが何かであるとき、その次に6の倍数になるよと。足して6の倍数になる確率っていうのは6分の1であると。ですので、これに6分の1をかけてあるのが、ここで初めて6の倍数になる確率ということになります。で、こんな式が立ったので、あとはこれを解いていきましょうと。つまり、ここの部分っていうのは、シグマの K が1から N までの PK っていう形ですね。ですので、これ、上から下引いてあげれば、1個だけ出てくるよっていう形ですね。じゃあ、これ番号1個下げてあげて、PN イコール N を、N プラス1を N にしましょうと。番号1個下げると、1引く、まあ、これはシグマの形で書くと、K が1から N-1 までの PK ですね。1から N-1 までで止めますよと。で、今これ N-1 にしたので N を2乗ですね。番号1個下げたので N を2乗にしないと、まあ、ここがおかしいなことになっちゃうよと。N が2乗ですよと。で、上から下引きましょうと。これ引くと、これ引くこれ。PN プラス1引く PN。イコール6分の1の、まあ、これ1引く1で消えて、ここはこれだけが出ますね。N-1 までが出てるので、これが残りますよと。マイナス PN っていうのが残りますよと。つまりこれかけるマイナス PN ですから、マイナス6分の1の PN。こうなって、で、これこっち持ってくると PN プラス1っていうのが6分の5の PN ですね。で、ということはこれ解いてあげると PN っていうのが6分の5の N-1 乗の P1 になりますね。で、あとは今これ N が2乗なんですが、N が1の時も成り立ちますね。0乗で1になるので、P
P1 になるので OK と。N が1以上でこれは成り立ちますよと。で、P1 って何かっていうと、P1 は1回目で初めて6の倍数になるということなんで、これは6分の1ですね。6の目が出るときってことで6分の1。P1 は6分の1ですから、これかける6分の1っていうふうになりますよと。で、これが PN ですねと。あとはこれを出していきましょうと。では、あとこれ計算していくと、今 PN がこれですので、ここに代入すると、6分の1は前に出して、まあ、最後に M を無限大にするとして、ここまでを計算しましょう。ここの部分はここまでですね。そうすると6分の1前に出して、ここを計算しましょうと。で、これってね、よくある手法で、これ SN と置きましょうと。で、SN っていうのは、これ書き下すと、N が1の時には1、足す N が2の時には2かける6分の1、あ、6分の5ですね。足す3かける6分の5の2乗とかっていう風になっていって、最後 M の時には M かける6分の5の M マイナス1乗ですよと。で、これに SN っていうのを、あ、SM にしましょうね。SM。M の式ですので SM。で、これ SM と。で、これに6分の5をかけると。6分の5倍。これに6分の5をかけると、1かける6分の5。で、これ、6分の5をかけると、2かける6分の5の2乗っていう風になっていって、つまりこれがこっちにずれるわけですね。斜めに。6分の5をかけるとこっちにずれると。ということで、ここは、ここのものがここに来ると。m-1 かける6分の5の m-1 乗になって、最後はこれに6分の5をかけるので、m かける6分の5の m 乗という風になります。で、これで上から下を引いてあげると、これ6分の1の SM イコール1足す2引く1で1の6分の5ですね。で、3引く2で1の6分の5の2乗。っていう風になっていって、結局ここは1の6分の5の M マイナス1乗。で、最後マイナスですね。マイナスの M かける6分の5の M 乗っていう形になりますよと。で、ここまでの部分は、公比が6分の5で、項数が M 個ですので、1マイナス公比分の、初項が1で、1マイナス6分の5の、M 乗ですね。こうなるよと。で、これ計算して、6分の1ですので、6分の1分のってことなんで、6をかけるよと。こうなりますね。で、あとこれ、マイナス M かける6分の5の M 乗と。で、これが6分の1の SM ですから、SM っていうのはこれの6倍ですよと。つまり、SM は、6倍すると36の1マイナス6分の5の M 乗引く6かける M の6分の5の M 乗と。で、こういう形になって、あとこれで結局 M 無限大に飛ばすわけですから、無限大に飛ばすと、これは0より大きく1より下ですから、無限大に飛ばすと0ですよと。ここも0ですよと。0、0になるので、結局これ M 無限大に飛ばすと、これっていうのは、36ですね。SM っていうのが36。で、これの6分の1するわけですから、これの6分の1で6になるよということですね。6分の1の SM ですから、この値っていうのは結局6ということになります。はい、今回は以上になります。ありがとうございました。